はい、皆さんこんにちは、井上正弘です。この間ですね、仮面ライダー大投票という番組を NHK さんでやらせていただきました。まさかのね、テレ朝でやらないで NHK さんでやるということで、まあ、不思議な番組形態だったんですけれども、そこの番組では仮面ライダーのまあいろんなランキングをもう一挙に全部つけてやろうという番組で、楽曲のランキング、そして作品ランキング、あとキャラクターランキングっていう、この3つつけていくという番組でした。私の順位、ディケイドのランキングは21位でした。まあ、これ放送、 NHK さんの放送でも触れたんですけども、おめでとうございますって言われたんだけど、微妙じゃないか。これ下は何位まであるんですか。これ作品ランキングだと25位ですか。あ、25位が一番下。まあ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 、あまり高い数字じゃないんじゃないかなと思います。てかでも22位が確かジオウだったよね。22位がジオウです。あ、ということで、まあ、21位と22位はね、もう私みたいなもんだったんでね、まあ、その投票数合わせていただければね、もうちょっと上に行けたんじゃないかなと思います。でキャラクターランキング、キャラクターランキングが仮面ライダーディケイドが6位。うん、これ高いんですかね。きっとこれ高いですか。高いと思います。もう結果を私こう見比べてって思ったことがあるんですけど、はいはいはい、キャラクターランキングと作品ランキングを見比べた時に、はい、大体キャラクターで1位になってるものって作品でも1位になってたりとか。それせこいね。大体こう順位が近い。はい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 。ただディケイドさんに関してはキャラクターが6位で作品が21位っていう、かなり差があるっていうのが私は、あ、すごいなと思った。どう、それその順位からするとどういう意味なんだ。どういう意味じゃ。私が思うのは作品というよりもそのキャラクター単体にすごく人気がある。なるほどなるほど。あ、でもそれは嬉しいですね。そうです、そう捉えたなら嬉しい。まあ費用対効果みたいな感じですね。お金に対してどれだけね、労働があるかみたいな作品に対してどれだけキャラが人気かみたいな。はい、違う。 SNS でも、うん、いろんなご意見がありまして、はいはいはい、このランキングは、うん、井上さん本人がこう引き上げてくれた感がすごい。いや、そんなことはないよ。そんなことはない。あったんですよ。ないでしょ。やっぱり日頃からピンクではないマレナだとか。単純にですよ、ディケイドが6位の理由、僕なりに説明します。ディケイドを投票したそこのあなた、あなたはドラえもんの秘密道具何が好きという質問に対してお取り寄せバッグと答える人ですね。普通はビッグライドとかスモールライド、タイムマシンが欲しい、どこでもドアが欲しいとかっていう夢のある子供たちではなくて、ちょっとずる賢い子供たち、または大人、ああディケイドに投票しとけば、まあとりあえず全部なれるし、まあいつ得じゃねっていう感じで投票してると思います。え、違う。ディケイドがないであろうと、そこに嫉妬とか何もなくて、ディケイドが6位なのはお取り寄せバック効果だと思います。僕は違いますかね。角谷司が、単純にディケイドが6位、単純な人気で6位だったらこれやばいことなんです。これあんなに正義のヒーローっぽくないヒーローが上位にランクインするイコール、子供の時に角谷司の影響を受けてすごい大人になった人たちが投票してる、これはね、やばいかもしれないですよ。これは本当にもっとこう常盤総合とかを見習ってほしい。本当にあれは、あのキャラクターはいいキャラクターでしたね。角谷司見習ってほしくないキャラクターだ。なりたいランキングじゃないですよね、これは。あと子供に見せたいランキングでもないですよね。そうですね。ああ、よかったです。癖が強いランキングがもしかしたら1位かもしれないですし、子供に見せたくないランキングだったら1位かもしれないですし、ちょっとそれは分かんないんですけれども、でもまあ何にせよでも6位っていうのはまあ嬉しいですね。ちなみになんですけど、はい、最終的な投票数が56万7710票。もう56万票ってすごくないですか。だって男女比が、男女比、はい、男性 66%、うん、女性 33%。 ああ、なるほどなるほど。ちなみにこの YouTube は男性が大好き、 90% だっけ。 97% が男性よく見てます。女性の皆さんどこ行きましたかね。下の方のランキングはどんな感じだったんですか。はい、50位は、50位があるんですね。仮面ライダーアクセルさん。
これ仮面ライダーダブルの。あー、アクセル。え、でも50、いや、いや、アクセル結構好きだけどな。え、49位なんですか。49位は、仮面ライダーキックホッパー。え、キックホッパー人気でしょ。だってキックホッパーって自国兄弟って言われてるお兄さんの方で、ライダーキックとかがなんかこうバッタみたいな感じですごいいいイメージがありますけれどもね。48位、48位が仮面ライダーガイム。え、主役？そうです。嘘だ。で、これでまた面白いのが、うん、作品ランキングだと12位なんです。ガイムさんなんで？なので、まあ、ディケイドさんとは真逆のことが起きてるっていう状態ですね。だから多分作品パッケージを通じて面白いっていうことなんでしょう、きっと。あの、いい映画ってどういう映画かって、これが作品って感じさせないもの、それどういうことかっていうと、作品に没頭できてる。だから自分がもう追体験するわけですよ、その作品に入ることによって。だから面白かったとかそうじゃない、追体験をした、これが最上のエンターテインメントとするなら、ガイムの順位は、まあ、合ってますよね。だってもう作品に没頭しすぎて、ガイムは面白かったけど、どの仮面ライダーが好きかって言われると、とにかくあのストーリーに没頭したっていう結果かもしれないじゃないですか。ちょっと見ていいですか、なんかそのランキング表。あ、こうして見るとディケイドやっぱ6位ってすごいことですね、本当に。いや、本当こんな中で6位っていうのはちょっと本当嬉しい限りですけれども、仮面ライダーエグゼイドってすごい面白かったっていう人が多いじゃないですか、作品で。その仮面ライダーエグゼイド自体29位。これだからどうなんですかね。だから作品が面白かったらもうそれに没頭してるっていうことで、作品が評価されて、もしかしたら単品にあんまりスポットライトが当たってないのかもしれない。スーツのデザインとかもあるんでしょうか。いや、スーツのデザインは全部よく意味がわからない。これかっこいいな、造形的にかっこいいなと思ったら、ちょっと意外と人気がなかったりとかするのかな。仮面ライダー効果ってなんかそんな感じじゃないですか、なんか見た目えっうってなってる仮面ライダーを好きになった時に、この仮面ライダーいいっていう風に皆さんなるみたいなんで、だからね、あの、皆さんがネオコンプリートディケイド、これがねうってなってる人がいたら、まあ、これがいいって思った瞬間にいい、まあ、そういうことにしておきましょう。意外と大魔女が28位。もっとなんかあの最強系な感じの大魔女ってもっとなんか上な気しましたね。シャドウムーン45位。シャドウムーン人気すぎない？全部仮面ライダーなんとかかんとか、仮面ライダーなんとかかんとかってあるのに、シャドウムーンだけシャドウムーンって書いてある。これすごくない？あ、松田さんの仮面ライダーナイト35位。すごいですね。これはだってリヴァイス38位ですからね。だからすごいですよ、やっぱり。まあ、このランキングを見てると本当に、まあ、見てる世代によっても様々ですし、まあ、前年齢、まあ、投票できる人たちがまあ投票して、まあ、このランキングが生まれたっていうことなので、まあ、上も下もないんじゃないかなと思いました。まあ、皆さんが好きな作品がまあ一番僕は1位なんじゃないかなと思います。ただ皆さんが好きな作品全部私が返信できるので、まあ、事実上私が1位ということで間違いないでしょうか。まあ、そういうところが、ディケイド6位たるゆえんだったんじゃないかなと思います。はい、あの放送はとても、楽しくやらせてもらいましたし、まあそこではね語りきれないぐらい、まあ、いろんなエピソードとかね、まあ、ありますので、まあ、今後もね、まあ、この GG チャンネル通じて、まあ、当時のなんかエピソードとかね、まあ、話せる機会があったらまあ話していきたいなというふうに思います。仮面ライダー大投票という番組に出させていただきました。楽しかったです。皆さんもインターネットの方でランキングを見てもらって、まあ、仮面ライダー好き同士、特撮好き同士で話題のネタになればいいんじゃないかなと思います。それでは。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。